車両は1983年から2003年まで三菱自動車工業が製造、販売していたミニバンである。1977年に開発を開始、1979年には車両のコンセプトカーとなる SSW が第23回東京モーターショーに参考出品された。日産、プレーリー、クライスラー、ボイジャーと並びミニバンの先駆けと言われる車である。 1997年以前のモデルがシャリオ、それ以降2003年までのモデルがシャリオ・グランディスである。後継者はグランディスとなり、シャリオのネームが消失した。初代は1983年2月23日に発売された。車体寸法は SSW より一回り大きくなっている。2ボックスボディに3列シートという、当時は類を見ない。 タイプの車であったため、前年に発売されたプレイリーや、本社と同年に、北米で発売されたクライスラー・ボイジャーなどと並んで、ミニバンの講師と呼ばれている。本社は、トレディアをベースに開発された。その後の日本製ミニバンよりは小型で、車格としては2000年に登場したリオンに近い。駆動方式は発売当初は FF のみであったが、1984年6月に、 パートタイム 4WD、同年10月にディーゼルターボを追加、さらに 4WD は、ビスカスカップリング式フルタイム 4WD となった。また、4WD が発売された1984年に、ファラオラリーへ参戦、ガソリン 4WD 無改造クラスにて、クラス優勝した。初代モデルは、RV ブームやバブルケーキと、 相まって8年にわたって販売される長寿モデルとなった。最終的なグレードとしては 2.0L4WD の MT、MF、ME、1.8LFF の MX、MHz、3X、1.8LFF ターボディーゼルの MF となっている。なお、1983年から1987年には、 1.8 l ガソリンターボ搭載の MR も存在した。また、特別使用者にロスアンデスとの共同開発という触れ込みで販売、MT のバリエーションで、陶器用ウインタースペシャルやビーチボーイもあった。年式によりヘッドランプがイケーシールドビームとなっている。年表、編集2代目は1991年5月23日に発売された。 駆動方式は FF ビスカスカップリング式フルタイム 4WD となっている。先行して発売された初代 RVR とはシャーシや主だったコンポーネンツを共有している姉妹車でもある。トランスミッションは5速 MT とフロア4速 AT が用意され、複変速機は廃止された。百九十四年九月には大幅なマイナーチェンジが施されフォグランプが フロントバンパーに内蔵されるなど外装に変更を施した後期モデルに移行している。さらには1995年5月、4G63 インタークーラーターボプラス 4WD を搭載したリゾートランナー GT が追加された。本社は当時世界最速の7人乗りや車両エボリューションとも言われるほどであり、また1987年まで初代車両に、 存在していた 1.8MR ターボ以来のミニバンのターボ車でもあった。二代目は多彩なシートアレンジとルーフバリエーションが特徴であり、シートはアレンジ次第で12通りの組み合わせが楽しめ、ルーフは通常のものに加え、クリスタルライトルーフ仕様やリゾートランナーシリーズ、特装車として車椅子使用車、シャリオ EN33W が存在していた。また、特別仕様車として、 ロスアンデスやロード、さらにモデル末期にはタウンクルーザーなども存在していた。三代目は1997年10月17日に発売。本モデルからシャリオの名にグランディスのサブネームが追加された。競合車を意識したため先代よりもボディは拡大され、全車3ナンバーボディとなった。先代で特徴的だったシートアレンジの多様さは引き継がれており、 6人乗りでは3列目を取り外し可能とするなど、使い勝手が考慮されたものとなっている。また当時クラス初のインパネシフトを採用。グレードは最上級から、ロイヤル、サプリキシード、エクシード、ツーリング、MX セレクト、MX、サイレンカ、MXB の7グレード構成。ロイヤルのみ、本革シートを装備。シートは6人乗り。 7人乗りを選択できた。ミッションは4速 AT のみ。駆動方式は FF、フルタイム 4WD の2系統となっている。また、8ナンバー登録のネストベーシックは、助手席回転シートが設けてある。ベースは MX セレクト。デビュー当初は全車に2.4リットル DOHC16、バルブグリガソリンエンジンを搭載、追って、 ディアマンテと同じ3.0リットル V6DOHC24 バルブグディガソリンエンジンを搭載し、ロイヤルシリーズも追加されるが、あとに3.0リットルは廃止される。グディエンジンには電子制御スロットルが採用されているが、アクセルポジションセンサーが一般的なアクセルペダルに隣接する形ではなく、エンジンルーム内に設置されているため、アクセルペダルとアクセルポジションセンサーの間に、 ワイヤーが介在する変則的な機構となっている。1998年3月にはおよそ1万1000台の売り上げを記録し大ヒットとなった。2003年5月にグランディスが発売されたため生産中止。これにより20年間続いたシャリオの名前が消滅した。北米市場へは初代2代目が輸出されエキスポとして販売されたほか、クライスラーのダッチ部門により コルトビスタ、イーグル部門より、ビスタワゴンとして OEM 供給されていた。その他の地域では、販売先により、スペースワゴンニンバス等がある。また、2代目は、韓国の現代自動車からライセンス生産者、サンタモが発売されており、初代 RVR やシャリオロードと同様の背面タイヤを装備していたサンタモプラスもあった。キア自動車のカースター、 ジョイスのベース車両にもなっている。三代目は台湾の中華技者がサブリン、中国の東南技者がヒシシン、ソベランの名で現地生産、販売していた。サブリンの中高期モデルは元の車両がわからないほど大幅にデザインが変更されていた。チャリオット古代、ギリシャや古代ローマで使用された戦闘用二輪馬車の種類、グランディス雄大より、 サンタモセイフティアンドタランテッドモーターからのアクロニム。ヒュンダイサンタモーに関するカテゴリー。ありがとうございます。